せーの、ちら。今日はなんか目の前にたくさん商品が並んでますけど、こちらカルディ。お恥ずかしながらカルディ聞いたことはあるんだけど、行ったことがないね。さやこさん、カルディの存在ほぼ知らなかったですよね。なので今日はカルディの人気商品を集めて実食してみたいと思います。はい。カルディってさ、何屋さん？カルディはなんていうんだろうな、輸入の結構いろんな国のお菓子とかチーズとかがこう売ってる、なんていうの、輸入スーパーみたいな。大田原には？大田原にはないです。え、大田原ないの？ないない、宇都宮まで行かなきゃいけない。はい。え、でも海外のやつだけじゃなくて、こういうなんか山形リンゴとか、国内のやつもあるのね。なんか飲んでたりします？そうですね。いや、そうだね。乾杯します？あまりにもちょっと得体の知れないものが多すぎて、ね、なんだ、どれを取ればいいかが分からない。でもこれが人気商品なんだよね。そうですね、まあ、今回はランキングというかネットでよく出ているものを用意したので、カルディ自体コーヒーがやっぱり豆で売ってたりしてるので、うん、そうね、そうね。その中でもこれだよ、缶コーヒーのやつ。これ缶コーヒー、オリジナルもあるんだ。パッケージ、カフェカルディ、かわいい。このサイト見てもドリップコーヒーが1位なんですよ。へー、これね。うん、その代わりってこと？代わりに、代わりに、はい、じゃん、手軽に。いや、うちはコーヒーにはこだわってるんでね。本当よ、コーヒーにはうるさいよ。あ、でももう、あ、いい香りが、甘い、美味しい。うん、学生の時こういうのいっぱい飲んでた。そうそう、これ配ってるやつに似てますね、あの店頭で。うん、結構甘めのショットでもらえる。美味しい、美味しい。国産だよ、これ静岡で作ってるって。へー、作ろうとしてます？うちのコーヒーってもしかして。でもできるってことだよね。缶コーヒーいいよね。缶コーヒーだったらこれ自動販売機とかにもね。そう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 、悪くないね。ちょっと調べといてね、お家もさっき。なんとパッケージも可愛い。可愛い。美味しかったです。美味しい。これ引き続きのもん。じゃあ次。え、どうする？まんちゃん食べたいのとか飲みたいの。でもなんかな、いっぱいありますよ。これ何これ？やみつきコーンクリームパン。これがなんか韓国でコーンクリームパンみたいなのが流行ったらしくて、それのまあ日本版というか。へえ、食べてみよう。いただきます。コーンもクリームも入ってる。でもこれ温めたら美味しそう。もっとこれ温めた方が美味しいかも、うん、これめっちゃキンキンに冷えてるんだけど、これ。冷蔵庫、あ、もともと冷凍なんだ。冷凍なんだ。これいいの、このまま食べて。それは用法よりは確かに、うん、あ、でも待って、これさ、電子レンジで温めてお召し上がりくださいって書いてあるよ。そりゃそうよ、冷凍だもん。ちょっと、ちょっと。だって中が 固まってますもんね、これね。一瞬二人ともハテナだったよ。そう、ちょっと硬かったもんね。常温でも食べられるってことも分かった。常温で食べても美味しい。次は？え、なんかさ、私気になるんだけど。そうなんです。何これ？僕の一番のおすすめ。あのおすすめ？かわいいよ。これなんて名前ですか？杏仁豆腐だって。プルプルトロリン滑らか杏仁。これどうやって食べるの？スーってこと？違うんですよ。切るのここにね、ハサミのマークがちゃんと1、2、3とあるじゃないですか。じゃあ切ってみましょうか。ちょっと切ってください。ちゃんと読もう。このまま食べていいのかどうか。このまま食べて大丈夫。これは大丈夫。これは大丈夫。あ、これ人気なんだ。これはね、人気です。だってパッケージも可愛い。パンダ可愛い。パンダ好きですもんね。大好き。でもさ、パンダ好きなんだけど、パンダ可愛いんだけどさ、このパンダの顔見て、めっちゃ怖いから。めっちゃ怖い。あ、目で、目で合わせてみて。いや、もう、うまい。じゃあ、これ開けますよ、はい、どうやって出せばいいの？ここ出すの？出すんだ。出すんですよ。見たら難しくないです。おおおお、気持ちいい。生まれた。でしょ？うん、美味しい。でしょ？うん、中華料理屋さんに行った時の杏仁豆腐みたいなレベルのものなんですよ。ほんと本格的ですね、うん、しかも香りもちゃんとね、杏仁豆腐の。あ、でもカルディって書いてある。カルディですね。すごい、よくこんなの作ったね。なんか軽くて、なんかいくらでも食べれそう。おいしい、ね、学生たちはこのまま食べたりしてる。
それ分かってるね。女子高生これでこう食べてたら可愛いもん。いや、なんかあったらこれをこうって見せて変質者に。なんでいつも変質者みたいな。いつも変質者に怯えてるんです。前もなんか言ってたよね。美味しいんだけどこれ。でもでも待ってください、これ親戚がいる。チョコプリン。パンダ関係なくなっちゃう。こっちの目は？あ、こっちの目可愛い。あ、こっちの目可愛い。もはやパンダじゃないんだけどこの人。でもなんかそっちでかくない？でかいでかい。え、開けてみますか。同じスタイルよ絶対。チョコプリンちゃん。わあ。わあ。同じかーい。グリーンってすごい。確かに。これみんな食べられるの？ブリンブリン。これはファミリー向けってことかしら。そうですね。でも子供とか嬉しいでしょ。嬉しいよ。いただきます。美味しい。ねえ。あ、ねえ、くどくないですね。そうそう。しかもちゃんとチョコ。バレンタインデーとかこれでいいんじゃない？うん、これでいいかも。これでちょっとホイップとかさ、上にさつけてさ、さっきのこの。うん。作ったんだとか言ったら。作ったんだ。作ったんだ。嘘はいかん。嘘はいかんよ。私ね、ホイップかけて。ホイップつけたからね。作ったんだ。まあ、食べても語らなければ大丈夫だね。え、これチョコとアンニンしかないのかな。どうなんだろう。また出てきそうじゃない？マンゴーとか。ありそう、ありそう。マンゴー美味しそう、うん。なんかドライフルーツも充実してるんですよ。ドライマンゴーとかも人気で。じゃあ絶対作るじゃん、マンゴー。これは何？このパンダの横にある。え、これ何？タイ料理。あ、グリーンカレー。グリーンカレースープ。だってこれ無理だもん、鍋で温めるって言ってるから。そうなんですよ、だから一応紹介だけ。あ、飲まなくていいんだ。そんな体張る。じゃあ、ぜひ。いやいやいや、そうですよ。一人でやる。え、でも美味しそう。だからそういうちょっとエスニックな、あ、そういうこと。調味料とか、なんかルーとかも売ってるんですよ。確かに。タイ料理作るの結構大変だよ、スーパーでね。手に入らないもんね。そうそう、特に田舎はね。そろそろしょっぱいの欲しくないですか？欲しい、しょっぱいの。カルビーが出してるチーズ。オリジナルだしかも、これ。なんかすごいよ。いぶりがっこチーズ。いぶりがっこ、いぶりがっこって食べたことないんだけど。いぶりがっこって何なんですか？なんか魚？お漬物。たくあんみたいなやつ。たくあんなんだ。いぶりがっこって。いぶりがっこ。入ってるんじゃない？いぶりがっこが。なに？じゃあ、なに？漬物が入ってるってこと？いや、ポイズ。なんか見る。嘘でしょ？チーズからちょっと茶色いの見えます。本当だ。ちょっと先言ってくれる？殿が言ってるから。大丈夫です。毒はありません。大丈夫。味の感想じゃねえ。いけます、これは。悪くない。おー、うん。美味しいですね。刻んである、刻んである、学校が。学校って。ガッコの歯ごたえがすごい。ガッコあったから。これ美味しいわ、うん、チーズとして、うんうんうん。でもすごいね、本当だね、変わったものが置いてあるんだね。ちなみにこれはこの間 TikTok とかなんか SNS でバズってましたね。何これ、オレンジ。これ結構私お腹いっぱいになってるけど。これは見た目が面白くて。シールを上に向け、軽く叩きつける。これを上に向けて軽く叩きつける。シールを剥がし、チョコレートを揉みほぐす。いくよ。はい。強軽くね、軽く叩きつける。シールを剥がしてチョコレートを揉みほぐす。割れてる。おお、ほら、うわ、全然カメラ見えないところで。ほら、揉みほぐさないって。揉みほぐすドア。わかった、ひっついてんだこれ。こっち揉みほぐせなかった。でもみかんみたい。みかんになってる。そうなんですよ。すごい、見た目もね。あ、オレンジだったんだ。オレンジチョコレート。うん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 、もう海外のチョコ、チョコレートだね、うん、これはみんなで分けるときにいいんじゃない、うん、こうやって1個ずつ。これ1個買ってたらちょっとみんなで楽しむ、家族で楽しめる感じ。そうだね、うん、結構オレンジ。なんかこれも気になってる、うん、これ気になる。ごぼう天うどん。これは何？カルティのオリジナルってこと？セレクトってこと？博多風だすですって。だす。佐賀県で作ってる。え、美味しそうですね。美味しそう。来ました、上熱いので気をつけて。来たよ。うどんの上にかぼすフレーバーオイルってのが。美味しそう。美味しそう。これ入れるんですかね。いただきます。
カボスの香りすごい。おいしそう、それ。おいしそう。おいしい。もう。どん兵衛。どん兵衛じゃ、どん兵衛でいいじゃんってなっちゃう。でもごぼう天も入ってるからね。ほんとだ。これじゃん。おいしい。これ人気みたいですね。絶対人気だと思う。おいしいの。株式会社モヘジ。モヘジのやつですか。本当にモヘジでよかったの、そこの会社の人たちは。株式会社モヘジです。美味しくいただいたの。一通りね、うん、いただきましたけれど。今日の一番決めましょうよ、二人で。はい、決めました。せーの。おお、まんちゃんは杏仁豆腐。おお、私はかぼちゃうどん。なんでですか？美味しかった。杏仁豆腐はもう初めての食感だし、うん、カルディでしか買えないっていうのがなんかカルディに行きたくなる。ね、うん、確かになんかお店で食べると美味しい杏仁豆腐なのに、うん、お家でも食べられるの、うん、いや美味しかったです。美味しかった。私はこれかな、カボス。これちょっと大人の味で美味しかった。へえ、すごい。でもいっぱい食べた。はい、今回は初めてのカルディ、うん、どうでしたか？なんかいろんな普段見ないスーパーとかで見ないやつを食べれて、うん、ね、もっと行ってみたいなって思います。あと私自分ではもしかしたらカルディに行ってたとしても手に取ってなかったかもしれないものが今日食べられたから、そしてとっても美味しかったし、うん、ちょっと次行くとき楽しみにしていきたいと思います。でまたね、ちょっといいもの見つけたら、うん、こちらで紹介させていただきますので、はい、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとう。